秋篠宮ご夫妻の長男、久人さまが今日筑波大学附属高校の入学式に参加されました。学業に励みながら興味を持っていることや関心を持っていることをさらに深めていきたいと思います。また、諸行事などの学校生活も楽しんでいきたいと思います。久人さまは先月、お茶の水女子大学附属中学を卒業し、低傾向進学制度という 特別な制度を利用して、筑波大学附属高校への進学が決まっていました。久人様は警備の問題で自動車通学される見通しです。